あのあ<っ>俺、バーでバイトしてた時これ言うてええと思うんだけど、うん、僕は断ってんけどね、うん、あのすみませんっつってまあまあ若い系やね、まあ、でもいかつい系のお客さん、うん、久々に来たなと思ったらあすみませんこれなんかある領収書みたいな俺の爺じいじやったらだめだからなんか20万って書いてくれないって言われて、うん、<laughs> もうむちゃくちゃ会計関係なしで断ったいや20万は無理ですうん20万って書いた紙を書くんかなんかまずいの分かったから、うん、できないです。 おるからな、そういういやつ。で、こっちが被害がこるから気をつけないと怖いよ。怖い怖いで言ったらさあの歌舞伎町<ー>歌舞伎町でこの辺また、朝ぐらいまでちょっと飲んだのよべろボろになっちゃっておー珍しいね。俺 TikTok とかでしか見たことなかったけど、うん、ホスト、うん、ホストに狂った女あ<ー>ホスグルって言われてる人たちホス,ホスグルい、うん、ようわからんなんか何よなあの足見えてなんか。 靴下がくるぶしよりちょっと上まである白いやつ履いてるような,なんかニュアンスはロリータ系というかなんというかだからピーン系とかも言うな,いうな地雷系とかピーン系とか、うん、その子がだいたいマスクしてるやろ、うん、その子がそのホストの店のところから、うん、走って出てきてベロベロで、うん、で地面に倒れたんよ、うん、で多分めちゃくちゃ金ぼったくられたと思うね、うん金をねお金をねお金を泣き んばなって泣いて地面右手で叩きながら何番ダブ何番ダブって言ってていや俺もう唱えるのもう唱え怖すぎたんやろお経唱えんねや最終的には人って全部なくなったらお経なんだよすごいな なんその男が来てまた立ち上げてこうやって店連れて行ったけどいやもうそんなすんなよなぁけども状況も分からへんか止められへんやん、うん、まあほんまご主将様は言うたけどいやいやうまいこと言わんでね <laughs> お京都泣いてるかご主将様ですよっててホストのユタちゃんお布施が足りてませんよって <laughs> チーンってなりましたあっバカ野郎かお前観音開きしてやろうか <laughs> 言うて,、はい、てますけどもね